関西学生野球周期リーグ、関学第6、四席大、22日、第6節4回戦、若狭スタジアム京都サー、運命の10、24だ。関西学生野球周期リーグは最終戦となる第6節4回戦が行われ、春秋連覇を決めている関学大が関大に6対4で逆転勝利。全5節で勝ち点を獲得した。 ドラフト1位確実の寛大、金丸夢と投手、4年イコール進行立花、が、大学ラストの公式戦で8回に登板し、完璧な投球を披露した。金丸は歓声の中、大学ラスト登板となるマウンドに上がった。24日に行われるドラフト会議で1位指名確実の最速154キロ左腕は2点を追う8回に登板。 先頭打者を初級で3ロに打ち取ると、後続もリズムよく抑えわずか11球の三者凡退で締めた。本当に最後だったので、しっかりと3人で抑えて学生野球を終わろうと思っていた。次のレベルでも冷静に投げられるようにいつも通り投げることを意識した。高校3年夏は甲子園が中止となり、無観客の中で独自大会に出場。 この日は金丸の名前がコールされると館大スタンドから歓声が起きた。最後こうやって応援もありながら観客もたくさんいる中で締めくくることができたのは幸せ。本当に最後なんだな。4回に味方打線が同点に追いついた際には笑顔でベンチから声を出すなど大学最後のリーグ戦をかみ締めた。 昨年9月25日の立命大戦からの連続自責点0を72インニングに伸ばした。5月中旬の腰の骨座椒の影響で今週は中継ぎに専年も10試合で計15回を投げ防御率0、00で終えた。点を取られないことが一番ピッチャーに必要なのでよかった。NPB で唯一視察した中日山本スカウトは、 順調に来ている。崩れることなく結果を出しているのはすごいことと絶賛した。ドラフト会議も目前、緊張はするが表にはあまりでないと話す左腕はこの日も落ち着いた様子で、目指してきたところはドラフト1位で指名されることときっぱり、ご縁があった球団に入って尽くそうと思っていると力を込めた。